支援の時に出会った林さんはお隣のおばさんだったよ。いつの間にか引っ越していったから僕はほとんど覚えていないんだよ。小学生の時に出会った林さんはとても頭のいい友達だったよ。中学受験をして有名な名門私立に行っちゃったよ。同じ名字でもいろんな人がいるよ。これからも出会うだろう、たくさんの林さんに。中学生の時に出会った林さんは塾の数学の先生だったよ。実家の農業を手伝うと言って田舎へと帰っていったよ。高校生の時に出会った林さんはとても可愛らしい女の子だったよ。一度だけ隣の席になったけど緊張して話せなかったんだよ。今では僕と同じ名字なんだよ。